今月アメリカで開幕したのはアメリカ初の女子のプロアイスホッケーリーグ。Women's hockey is really high level and it's a joy to watch and I'm really excited for it. For us to finally have a professional league, for us to be ready for so we can follow that dream of playing in it one day is amazing. リンクにはソチオリンピックで活躍した日本代表の藤本奈々選手の姿が。そんな藤本選手とスタートしたばかりのリーグをご紹介します。アメリカの4大スポーツの一つアイスホッケー。スピードに乗ってぶつかる激しい攻防と目まぐるしく入れ替わる選手。ゴールに入れるパックは時速150キロで飛び交い、氷上の格闘技と呼ばれています。女子アイスホッケーがオリンピックの正式種目になったのは1998年の長野オリンピック。それ以降常にメダルを獲得しているアメリカですが、プロリーグはなく給料をもらえる選手としての場がありませんでした。しかし近年はサッカーを筆頭に女子のプロスポーツへの関心が高く、アイスホッケーの人口が増えていることを受け、今年3月にナショナルウィメンズホッケーリーグが発足。ワンシーズンで最高2万5000ドルと決して高くはありませんが、北米初の給料の出るリーグとして注目を集めています。スタートしたてのリーグとあって現在チームは4つ。バスで移動するためニューヨーク、ブルックリン、ボストン、スタンフォードにバッファローと北東部に集中しています。その中のニューヨークリベターズに日本代表の守護神藤本奈々選手が所属しています。札幌市出身の藤本選手は高校2年の時に日本代表に選出され、ソチオリンピックでは全試合に出場。今年の世界選手権では日本は7位に終わった中、藤本選手はベストゴールキーパーに選ばれました。もともとプレイヤーでその全てのポジションをやったんですけど、そのあんまりセンスがなかったようで、ちょうどキーパーの枠がその来年度相手誰もいないということで、それだと試合にならないのでどうかっていうふうに言われて、最終的に回ってきたポジションなんですけど、結果的に良かったかなと思います。トライアウトを受けてみて、このリーグでできたら自分自身成長できるんじゃないかなっていうふうに感じた部分も大きくて、あとはそのコミッショナーの谷から本当にすごい情熱的なオファーをいただいたので、今シーズンチャレンジ、自分自身としてもチャレンジしてみたいなというふうに思って。アイスホッケーって点数を取る競技なので、勝敗が多分分かりやすいと思うんですね。自分のお気に入りの選手もそうですし、お気に入りのチームだとかを見つけて、そこを応援してもらえると嬉しいなというふうに思いますし、ぜひリンクで見てもらえたらいいなとは思います。シーズン2週目の18日、今日藤本選手が所属するニューヨークリベターズの初のホーム戦です。試合前から多くの人が並んでいます。会場にはおよそ1200人のファンが集合。 I'm just really excited that there's a women's hockey league now. And so, yeah, we're gonna come to every home game we possibly can. We already have season tickets. 相手チームの到着が遅れ、1時間押してスタートした試合。藤本選手は先発でゴールを守ります。試合開始からわずか55秒、リベターズは先制点を決められます。その後藤本選手がナイスセーブを繰り返すも、チームとして攻めきれず、0対3で迎えた第2ピリオドの10分で藤本選手が交代。その後乱闘を起こしながら1点を返したリベターズですが、第3ピリオドで4点を入れられ、結果は1対7。ホーム開幕戦を白星で飾ることができませんでした。勝ちにつなげられなかったのは本当に残念だったんですけど、本当にファンの方の応援は力になるので、今後シーズンが、これからどんどん続いていくので、しっかりとプレーで恩返しができるようにやっていきたいなというふうに思います。シーズンは開幕したばかり。初のシーズン、
そして藤本選手の活躍に注目です。